見ると君たち可愛いのね。こんなに可愛いんだから自分の可愛さには責任を持たないとね。うちが言いたいのは自分を傷つけたり壊したりしないでってこと。サンタさん、ミリのお願い聞いてくれた。早くパパに会いたいってミリお願いしたよ。うん、ミリ初めてパパに会うの。ママがパパここにいるって。サンタさん、早くパパに会いたい。うん、おいしい。本物だ。ミャコ、迷子、お姉も迷子。ミャコはミャコ？ミャコ、お手。ミャコ、ユウのお姉ちゃん？バーン！お姉、ミャコの写真いっぱい持ってる。ミャコがホワイトリリーになってるやつとか。お姉ちゃん、アート。バーン！マルクトが言ってた。あなたたちは嘘つきだって。嘘をついて神様になったんだって。私たちを引き離したこと、閉じ込めたこと、それに、パパとママをいじめたこと、絶対に許さない。服なんて着ない方が楽だよ。尻尾動かしにくいしさ。ルフリアも脱いじゃえばいいじゃん。ファンも行きたい。やったー、すごーい。こんなの落ちたら死んじゃうね。ごめん。お前を私の群れに入れてやる。私は狼ラッカー、誇り高き狼のバスよ。今から縄張りに案内するからついてこい。知らないでやばいよ。おい、このオスを奪いたくば私と勝負しろ。来い、人間のメス。やった。ジョジョーン。ヨウヨウ、カスミさん、まだ一巡目ですよ。くりくるが運搬なのに。この歌を聴いてもまだそう言えるかな。大人の階段登る、君はまだシンデレラ。よかった。うん、大丈夫だよ。あの大きいやつ倒したらね、話せるようになったの。あるじ？そうだよ、スイのあるじ。うん、わかんない。スイはスイだよ。